みなさんこんにちは、しょりみちゃんのよしほです。はい、ということで今回はですね、サンキューマーチで買ってきた購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ。今回はですね、私たちが選ぶおすすめベスト5を買ってきたので紹介してきてます。はい、ということでまずおすすめ第5位から紹介していきます。はい、第5位はですね、あ、これじゃあ、これも関連してる、これも関連してるんですか、うん、第5位はですね、こちらのラインパンツでございます。はい、でこちらね、ラインがね、紫色になってて、もう白のね、ラインは持ってたんですけど紫色が持ってなくて、一袋ごめんなさいねね、ラインがね、持ってなくて紫の T シャツと黒の T シャツ買ってきました。はい、これもみんな399円です。はい、本当に可愛い、安くて、まあ、しょうちゃんね、ダンスとかやってるので、その時にこうね、半袖とこういうラインパンツ的なものを使うんですよ。そう、毎週使うのね、はい、1回。今の時期寒いじゃんと思うかもしれないんですけどまあそういう意図があって買ってるんですよ。そうなの、はい、もうダンス関係っていうのがあって買ってます、うん、でね、可愛いなと思って、うん、でもまあ部屋着とかだったら全然ね、ね、うん、今度これでダンス行きたいなと思って買いました。ラインパンツが390円っていうのはね、安いけど、すごいいいですよね、はい、ということでね、これおすすめかなと思って5位に入れました。はい、はい、次にですね、はい、第4位です。はい、第4位はこちらです。こちらはですね、ワイヤレス式充電ということで、はい、そうなんです、置くだけのやつです。あの、この書いてある通り、うん、ワイヤレスな置くだけ充電、はい、もうめんどくさい、こう刺すのめんどくさいとか思ってる人いいかもしれないですけどそれが一気にこれで解決、はい、いちょっと開けてみようか、どんな風になってるか。そうですね、これね、でもケースに入れてるとダメなんですよ。ケースを取って、ね、あの本体だけじゃないとダメってお店の人も言ってて、はいはい、あ、なるほど。だからそこがね、ちょっとめんどくさいっていう人、逆に向かないのかなっていう、ケースを取んないと使えないんですよね。まあここで刺すんだけど、そう、はい、さ、あのこちらね、 USB ケーブルがついてて、はいはい、まあ、あのパソコンとかね、使ってる人はパソコンのね、脇とかにこう刺してそのまま使えたりもするんですけど、はい、コンセント使いたい人はまたその先っぽのコンセントの部分もちょっと別で用意しないといけないんですが、はい、はい、こんな感じで使えます。はい、はい、ちょっとあとでママがね、パソコンに横に置いて使ってみたいと思います。はい、使ってる映像がもし出せたら、出せたらどうぞまあ出なかったらどうぞってなんだけどそうなんですよ、失敗しましたみたいな、使えませんでしたってはい、なのでもこれも390円、はい、とっても安いと、安いと思います。はい、はい、ということで第3位ですね。次に続いて、はい、第3位はですね、はい、こちらの鏡でございます。こちらの鏡、周りにね、なんとライトがついてると、はい、で下がトレイになってて、なんかいろいろ置いたりできるみたいなので、超かわいいと、はい、開けるの苦手でも今ね、多いよね、こういうなんか電気が、鏡の周りに電気がついてるのってね、本当に、うん、なんか電気屋さんとか行ってもありそうな感じ。うん、100均とかにも最近ね、売ってるよね。100円じゃないんだけど、そうそうそう。おー、すごい、なんか分かれて入ってます、うん、色はね、ピンクなんですけどね。そうですね、はい、じゃあちょっと組み立ててみましょう、ね、組み立ててみます。こちらも USB、 そうだね、最近やっぱ多いね、 USB 仕様がね、多いよね、うん、オッケー、はい、こんな感じでね、はい、光るところを見せたかったけどちょっと光らないね、
また別撮りでちょっと撮れたら、使ってる感じを、はい、撮れたらどうぞてーんかもしれないかはい、え、でも可愛いね、ピンクで落ち着いたピンクですね、あまり派手派手なピンクじゃなく、はい、これはいいかもしれないです、はい、はい、いいですね、おすすめです。390円ですからね、で、周りが光るという感じで、いいですね、これ超いいじゃん、いいよね、え、超いいじゃん、これ、これいい、使いやすいそうです、はい、続いては、はい、第2位ですね、第2位です、第2位というより、まあ、おすすめランキング2、おすすめランキング2って感じですね、いきます、じゃん、ポーチでーす、はーい、ポーチの3個セットかな、ね、これ、そうなんです、まあ知ってる人もいっぱいいるかもしれないですけどね、こちら3個ポーチが入ってるとやばくない、かわいすぎでしょ、ね、これで390円だからね、あ、1つ130円、うん、はい安っ、透明なものと、まあ中のこれとゴールドとちっちゃめの、これは大人でもちょっと使えそうな感じですね、シンプルで大人っぽく、はい、いいんじゃないですか、はい、これいいんじゃないですね、ね、めっちゃいいと思う、はい、あ、なんかついてる、そうなんだ、あ、紐もついてるの、紐がついてて、あ、すごい、ここにこうつけると、なるほど、こんな感じもあると、どのポーチにもそれはね、取っ付け替えられるもんね。本当に。多分その大きいポーチはあんまそれぶら下げる人いなそうだけどね。確かに。こっちか。いや、わかんないけど。なんかちっちゃい方がなんか、あ、かわいい。かわいい。うん。ちょっとね、カバンにつけたりとかね。はい。これはおすすめですよ、ほんと。使い道いっぱいありますね。はい。安いです。ということで第1位ですね、はい、おすすめランキング第1位はこちらの帽子でございます。帽子がね、今の時期なんか店頭にいっぱいありました。今回ハニーは君だしほちゃんとりみちゃんが選んだ帽子がこの2つです。そっちはりみちゃんかな、こっちは私ですね、あ、しほちゃんですね、私が選んだ帽子がこちらで、はい、名探偵みたいで可愛いかな、まあでもワンポイントにチェックを入れるのはね、可愛いと思います、はい、いつも無地だからね、帽子、そうなの、黒、黒かりみが今回こちらの真っ黒、はい、ちょっと深いんですけど、そう、ちょっとこっちの方がゆるっとしてる感じ。あと他にも、今超流行ってるフェイクレザーの帽子、はい、ちょっと迷ったんだけどね、ね、今回こっちにね、しました。ほんと帽子ね、はい、いっぱい売ってました。390円でかなりしっかりした、そうなの、ね、もう本当に390円っていう、1000円で売っても売れそうな感じ、うん、もう帽子がすごくいっぱいあって、フェイクレザーのその帽子もすごくしっかりしててね、よかったんだけどね、そうですね、今回こっちにしましたね、はい、はい、まあ今の時期ね、可愛くちょっとね、一つ持ってるだけでおしゃれになるというか、これは おすすめじゃないかと思いました。はい、はい、ということで以上ですね、一応ねランキングと、まあランキングっていうか、まあおすすめ、おすすめランキングのものは以上になるんですが、はい、他にもね、ランキング外で買ってきたものがあるので、はい、紹介していきますね、はい、まずこちらがメイクポーチです。メイクポーチというかね、旅行とかに行くときにトラベル用みたいな感じのメイクポーチなんですけど、もうがっつり中がすごく仕切りが全部周り中に仕切りがついてて、見えるかな、こうなんかポケットが周り中についてて、はい、でさらにそこのチェックも入れられて、でしかも上にクックがついてるのでかけても使えるというね、こんな感じでね、こうトラベル用なんですけど、これが390円でかなりしっかりして大容量で、そうなの、これもおすすめです。実はランキングに入れたかったほどなんですけど、今やっぱね、あまり旅行とかね、行けないと思うので、 あえて入れなかったんですけど、これももしね、旅行行くにはおすすめ、めちゃめちゃおすすめかなと。はい、ピンクで可愛いしね、そうですね、はい、これね、まあ、使う機会があれば使いたいですちょっとね、はい、1個買ってみます。はい、次、次にね、こちらと、おー、開けますね、
まあピンはね定番だよね。ピンは定番なんですけど、まずこちらのピンと、これがすごく良くて、まずここにね穴が開いてて、こちらにピアスをこうつけられて、でこっちにピンがつけられて、ここに小物を入れられるっていう、すごい小物チックな。はい、しほちゃんみたいにピアスじゃない、まだピアスないんだ、イヤリングしても途中でちょっと外したいなって思ってパッと外してそのまま皮にベーって入れるんですけど、そうするとなくなっちゃったり。そうなの、それもう2個ぐらいなくしてて、ピンもねしほちゃんすぐなくすんで。そうなの、もう私もうピンはもうここぐらいなくしてる。どうやって使うかちょっとピンの収納してみてください。ちょっとこのピン普通のよりだいぶ大きいんですけど、ね、こんな感じでここにね、うん、こうやって刺してこう使うともういいじゃん。だいぶ大きいね、このピン。だいぶ大きいけど入る。あ、一応でも一応こんな感じで入りますね、うん、ちょっとねちょっと大きいですけど、もうちょっとちっちゃいピンをね、入れるにはいいと思います。こんなでっかいピンなくす人いないしね。確かにもうちょっとちっちゃいピンを、じゃあちょっと止めてみますか。イメージ的にはうわ2個いくあ、でもいいんじゃない、映ってる、ちょっとカメラが下、こんな感じかな。うん、こんな感じかな。鏡に行った神ちゃん早速それを、まあいいでしょう。うん、ちょっと大きいから2つつけるのもあれかもしれないけどね。はい、ということでこんな感じ で、ちょっと汚いんですが、うんうん、まあざっくりつけた感じなので、はい、いいとしましょう。サンキューマートで買います。はい、あと、うん、ポーチですね。あ、これね、これもあのお出かけ用に。そうなの、これなんかすごい四角、真四角でさ、うん、ここに鏡がついてるわけ。はい、でさ、ちょっとリップと、あ、ごめんね、ちょっとリップとか入れてこう手直しにね、こうやっても超いいなとか。これいいですよ、大人も欲しいですね、これは。そうですね、リップとか入れてほんのね、ちょっと、うん、外で触って直せるし、すごいいいなと思う。いいと思います。鏡付きっていいですよね。鏡付きっていいですよね。使いやすい形、こんな感じで。はい、これはいいです、おすすめです。これ順位に入れたいぐらいでしたけどね。はい、そうですねで、これがラストですね。ラストは森美ちゃんね。ラストは森美ちゃんの靴下です2個で390円です。はい、かわいいプーさんとトイストーリーのプーさんとフォーキー、ね、あ、でも裏にね、なんか、うん、あ、ほんとだ、尻尾で飛ぶ人がいる、うんうんうん、なんだっけ、なんだっけ、コラボ忘れちゃった。あ、違うんだね、プーさんが2つじゃないんだ。フォーキーも顔が違うから。あ、ほんとだほんとだ。へー、こんな感じで、はい、以上となりまーす。はい、ということで今回はね、サンキューマートで買ってきた購入品紹介をしてみました。ということで、それではバイバーイ。